東京 FM で放送中の、日向坂46の佐々木美玲、塚田ひな、富田鈴香がパーソナリティを務める番組、ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、毎週金曜11時30分から11時55分。では、2023年7月28日の放送で、7月19日、水曜日に開催された、影山優佳卒業セレモニー、内での企画、ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、公開収録の模様をオンエア。OD では完全版として配信する。ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息公開収録は、今年の3月までパーソナリティを務めていた影山優佳が本日の主役として、番組開始当初から交代でパーソナリティを務めた佐々木美玲が書き回し担当として出演。後半には2代目パーソナリティの川田ひな、富田鈴香が登場し、歴代パーソナリティ全員が集結した。出演メンバーはローソンからのサプライズアイテムである昨年番組で商品開発した飲料のパッケージ柄 T シャツを着用して登場。この企画は、今回の卒業セレモニーを企画した際に影山優佳が一番やりたかった企画として公開収録を挙げたことで実施につながったことがオープニングで明かされた。できる限り通常のラジオ放送に近いスタイルでの実施ということで、公開収録の中では、人気コーナーの展開や、事前に募集したリスナーからのメールも紹介した。リスナーからの相談メールに影山優佳が専門家になりきって答えるコーナーでは、佐々木から、私の1年分のブログより多い。と佐々木美玲から驚きのコメントが、影山優佳はメンバーからの質問にも回答し、リフティングなども披露。さらに佐々木美玲から影山優佳が、インナシラップ、お無茶ぶりされるという一幕も。豪華な公開収録は大盛況となった。